ミズノランニングシューズ企画担当の吉村と申します。本日はウェーブスカイライズ2に関して説明させていただきます。ウェーブスカイライズ2の特徴はクッションになります。ですのでとにかくクッションが好きだよという方ですとか、これからフルマラソンに挑戦される方ですとか、そういった方に履いていただきたいシューズになります。まずですね、この黄色く見えているところが X ポップという材料になりまして、こちらは非常に反発性とクッション性のある素材を内蔵させていただいております。最大の特徴としましては、この白い部分、ボトムミッドソールですね、こちらに水の史上最高の反発性とクッション性を兼ね備えた水のエナジーという材料を搭載させていただいております。でクッションはもちろん、あるんですけれども、さらに、この白い部分と色のついた部分で、硬度が違う材料を使っておりまして、それを波型に貼り合わせることで、フォームエーブと呼ばせていただいているミズノの機能になるんですが、それにより、クッションだけでなく安定性も、出しております。アッパーに関してはエンジニアドメッシュというものを採用させていただいておりますので、非常にシームレスなアッパーになっているため、スムーズな足入れフィッティングにつながっております。さらに適正なところに通気穴を設けておりますので、通気性に関しても非常に高いレベルで実現しております。こちらのシューズですね、見ていただいて分かる通り非常に分厚いミッドソールをしています。でこれに水のエナジーを搭載しておりますので、非常にクッション性のあるモデルになっておりますので、これから走ってみようという方、さらにフルマラソンに挑戦してみようという方、とにかくクッションが好きなんだよという方にぜひ履いていただきたいモデルになっております。